ヒラノ仕様のミスジンソーダ魅力爆発、コミュニティに新たな活気をもたらす。ン CM が大好評。ヒラノ仕様の爆売れ力、伝説が半端ない。先月、旧ジャニーズ事務所を離れ、キシユ神タ、ジングジユタとのユニット、ナンバー、愛を結成したヒラノ仕様が、サントリーのミスジンソーダのテレビ CM に登場することが発表されました。この大胆なキャリア転換に、ファンや業界から注目の的となっています。 その CM は、平野が立ち飲みの居酒屋でミスジンソーダを味わい、自然の美しい風景に包まれるというストーリー。視聴者はますます平野の新たな一面に引き込まれました。この CM の公開後、すぐにテレビで全国放送され、ネット上でも大きな話題となりました。CM では、平野が立ち飲みの居酒屋でミスジンソーダに興味を示し、一口飲むと青空や霧などの自然のイメージが広がり、 糸図生成士と感想を漏らすシーンが印象的です。この爽やかな瞬間が商品の新しい魅力を引き立てています。早くもテレビ CM が全国で放映され、ネット上では平野史洋さんの CM 発表を拝見して10年ぶりにジンを買ってみたいと思いました。ミスジンそうだ、買います。買わせていただきます。買うよん飲めないけど飲むよといった購入予告が相次いでいます。 商品に対する期待と興奮がコミュニティ全体に広がりを見せています。平野市業の爆売れ力は以前から知られており、彼が身につけたり PR したりすることで商品が爆発的な売り上げを記録しています。例えば、先月にコスメブランド、イブサンローランボーテのアジア、アンバサダーに就任した際には、 同ブランドの商品が実店舗や EC サイトで売り切れ続出となり、売り上げが約540倍に跳ね上がった商品もあるといいます。今回のミスジンソーダも、平野の枠売れ効果が期待されています。サントリーは大阪工場に55億円を投じ、生産能力を2.6倍にする計画を発表し、ミスブランドの販売数量は昨年比で33%増の109万ケースを目指しています。 平野の影響力が商品の成功に大いに寄与することでしょう。平野仕様の新たな CM 出演がミス人ソーだだけでなく、地域社会全体に新しい活気をもたらす可能性があります。彼の個性的で魅力的な表現が商品に新しい視点をもたらし、コミュニティ全体にポジティブな影響を与えることは確実です。これからますます注目が集まりそうな平野仕様の新たな挑戦に期待が高まります。 平野紫シの新たな CM は単なる商品紹介を超えてコミュニティとイベントにおける社会的な影響を引き起こしています。彼の広告出演は商品だけでなくファンの心にも響き渡り新しいトレンドを生み出しています。これからも彼の活動から目が離せません。